다 아꼈어. 간다. 温室育ちで買い物大好き、イケメン御曹司ルイ。15年ぶりの帰国のはずが、ホームレスに。동남아、네、누구나。ひょんなことから二人の共同生活が始まる。근데닌어째물건을그렇게잘고르나귀한대주리준호씨야내주리나한테말하고제발사가라고안녕하십니까스타믹스가서아이스쉐이크다프모카디카페인으로한잔만ツンデレ上司と犬系男子三角関係から目が離せない。무슨말하고아진짜ソイングクのキュートな魅力全開、胸キュン必死のロマンティックコメディー。テンコジか。ショッピング王ルイ。ショッピング王ルイはソイングク主演の記憶をなくした御曹司と山育ちの娘が繰り広げるハートフルラブコメディーです。早くに両親を亡くし、財閥会長の祖母に溺愛され、使用人たちに囲まれてたった一人ヨーロッパの豪邸で過保護に育てられたルイ。自由もなく友達もいないルイの唯一の気晴らしは買い物で、買い物マニアを極めるうちに良いものを見る目は確かなショッピング王という異名を取るまでになっています。そんな彼が十数年ぶりにソウルに戻ったところで記憶を失い、ホームレスになった時に出会ったのが、家出した弟を探しにソウルに出てきた山奥育ちの少女コウボクシル。こうして記憶をなくしたホームレスの御曹司と頑張り屋で頼もしいボクシルの同居生活が始まるのでした。このドラマはとにかくソイングクが反則のように可愛いです。御曹司からホームレスになってしまい、今まで見たことのない世界に触れて子供みたいにはしゃいだり、社会性が全くないので世話が焼けたり、ナムジヒョン演じるボクシルにすっかり懐いてすがるような瞳で離れない姿は、まるで捨てられるのを恐れた子犬のようで母性本能がくすぐられます。二人の生活のためにボクシルが懸命に働いているのに、ルイの方はそれまでの習性でついいろいろ買い物をしてしまって、ボクシルに怒られてシューンとしてしまう姿も、図体の大きな子供みたいで可愛くてたまりません。またボクシルに惹かれていく仕事に厳しい上司をユン・サンヒョンが演じているんですが、彼がボクシルの足長おじさんのような存在になっていくのも微笑ましいです。世間知らずで純粋なルイとボクシルの可愛い暮らしぶりと、財閥の後継者をめぐるきな臭い動きが描かれていきますが、お金はあっても孤独だったルイがボクシルと出会って温かな幸せを感じていく姿にじんわりとさせられるハートウォーミングなドラマです。どうぞお楽しみに。ショッピング王ルイ、6月13日火曜夜8時30分スタート。どうぞお楽しみに。